三達な秀、で永六六年は、戦国時代の武蔵の武将、三田正貞の子、勝沼城、貫城城主、壇城消筆、三達なさだと同一人物の可能性も否めない。三田氏は、室町時代には、関東管領山内上杉氏に従っていたが、戦国期に同志が衰えると、代わりに勢力を伸ばしてきた後北条氏の参加に入った。 A62 年に御北上氏が作成した小田原州所領役長には他国州として記されている。しかし、A63 年長尾影虎が上杉の政を要して関東に出陣してくると、綱州もこれに従い関東幕中門に名を連ね、A64 年の小田原城方位にも参加した。影虎基陣後、彼に従った関東の武将の多くが再びご法上氏の参加に、 入な中綱衆は、以後も、ご北上氏に抵抗し続けた。綱衆は、防衛に向かない、勝沼城から、堅固中野とか城に移って、頑強に抵抗を続けるが、北上宇治テの攻撃によって、永禄6年に、道場は落城した。綱衆は、岩月城の大田助政のもとへ落ち延び、そこで自刃した。去年は73と言われている。 尺男の十五郎と次男の吉蔵は家臣に託されたが、十五郎は永禄六年、吉蔵は永禄七年に没死した。他に五郎太郎という子もいたらしいが、彼は元気三年に伊豆で自殺したという。ありがとうございます。